今回紹介する女優さんはこちら、葵空さん。2002年6月14日に Lee ジーン誌にてグラビアデビューを飾り、同年の7月30日にアリスジャパンよりハッピーゴーラッキーで女優デビューを果たしたレジェンド女優である。愛称は空ちゃん。リーダー同志。趣味はドライブ。特技は書道、外国語。妹系とも称され、ロリータフェイスでありながらも、おぱいは90センチの G カップという武器を装備しており、瞬く間にブレイク。Lee ジーンの2004年2月号にて、2003年のアダルトビデオ総括大賞に選ばれている。2004年には S1 の発足に伴いセルデビューを果たし、その移籍後1作目の、セル初、青い空ギリギリモザイクは、累計10万本という業界では異例の大ヒットを記録。以来、S1 のトップ人気女優として作品のリリースが続いた。2005年末に開催されたムーディーズ年末大感謝祭にて、S1 の最優秀女優賞を受賞している。AV での高い人気から、テレビやラジオなどへも活躍の場を広げ、2003年にはテレビドラマ、特命係長ただのひとしにゲスト出演。2007年には月9ドラマである、ガリレオにゲスト出演。2005年に出演した女王では、メインキャストの一人を演じ、連続テレビドラマにも本格進出を果たしている。数多くのバラエティ番組にも出演し、一般タレントに匹敵する知名度を獲得。男性だけでなく、女性にもファン層を広げ、2005年のインターネット検索ランキングでは、女性部門の第2位になるほどの知名度を得ている。2012年6月14日にデビュー10周年を迎え、翌月に10周年を記念して初の公式トークライブを開催したが、チケットは1日で完売してしまうほどであった。2011年7月の新作を最後に AV 作品は出しておらず、以降はタレントや女優活動を展開し、公式サイトも一般向けとなっていたが、葵さん本人としては続けられる限り AV の仕事もしたいと語っており、公式に引退発表はしていなかった。惜しまれつつも2019年に AV 出演作品の発売が全て終了となった。公称は1983年生まれとなっているが、次女の中で実際の年齢は違うことを示唆し、プロフィール上の年齢と実際の年齢が異なることを後々に公表しており、これについてはデビューする際に身元が明かされることを防ぐためだったとのこと。また日本だけでなく中国でも非常に人気が高く、ネット規制などで合法的に視聴することはできないそうだが、アンダーグラウンドでは作品の人気が非常に高く、葵さんの知名度も非常に高い。2011年には中国語のデビューシングルをリリースするほどである。2010年3月にツイッターを開設し、しばらくして公式アカウントとされ、その ID が中国のインターネットに流出し、ツイッターが禁止されている中国圏のネットユーザーからのアクセスが殺到し、中国の男性たちからは葵さんを、モーハイ、生の師匠、葵空老師、と呼び、盛り上がったそうだ。大勢の中国人が VPN を使用してグレートファイアウォールを突破してフォローし、アカウントが開設された日の夜は、青い空ナイト、と呼ばれている。日本でもとてつもない人気を誇っていた葵さんだが、中国では日本よりもさらに高い人気を今なお誇っている。2018年1月2日に、ご自身のブログで結婚の報告をし、2019年には双子のお子さんも出産したそうです。日本のみでなく海外でも非常に高い人気を誇るレジェンド女優、葵空さんの作品を見てみませんか？それではまた次回の動画で。